ここバンダウェイはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身の女子プロテニス選手。自己最高ランキングはシングルス9位、ダブルス18位。これまでに WTA ツアーでシングルス2勝、ダブルス2勝を挙げている。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。身長185センチメートル、体重70キログラム。母親のタウナ・バンダウェイは 元競泳選手で1976年、モントリオールオリンピックに出場している。母の兄は NBA で活躍した、キキバンダウェイである。母方の祖父のアーニー・バンダウェイも NBA 選手であり、母方の祖母は1952年のミスアメリカのコリーン・ケイ・ハッチンズである。スポーツ一家に生まれた、ココバンダウェイは11歳でテニスを始め、2008年にプロに転校する。 2008年全米オープンで主催者推薦選手として4大大会に初出場し、1回戦で第2シードのエレナ・ヤンコビッチに3から6、1から6で敗れた。ジュニアシングルスでは優勝している。2010年8月の南カリフォルニアオープンでは予選から勝ち上がり2回戦で、当時9位のベラ・ズボナレワを2から6、7から5、6から4で破る主君を挙げ、ベスト8に進出した。 9月のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントでも予選から勝ち上がりベスト8に進出している。11月のイタリアとのフェドカップ決勝にアメリカ代表として出場した。フランチェスカ・スキアボーネに2から6、4から6、フラビア・ペンネッタに1から6、2から6で敗れチームも1勝3敗で準優勝となった。2012年7月のバンク・オブ・ウエスト・クラシックで 予選から勝ち上がり初の決勝に進出した。決勝では、セリーナ・ウィリアムズに57、36で敗れた。2014年6月のトップシェルフオープンで2度目の決勝に進出した。定期予示を62、64で破り、ツアー初優勝を果たした。2015年ウィンブルドン選手権では2回戦で、第11シードのカロリナ・プリスコバ、3回戦で、 第22シードのサマンサストーサー、4回戦で、第6シードのルーシー・サファーロバを破りベスト8に進出した。準々決勝では、第4シードのマリア・シャラポワに3から6、7から6、2から6で破れた。全米オープンでは、アンナ・レナ・グローネフェルトと組んだダブルスでベスト4に進出している。2016年全豪オープンでは、 ホリア・テカウと組んだ混合ダブルスで決勝に進出した。決勝では、エレーナ・ベス・ニナブルーノ・ソアレス組に46、64、50で敗れ準優勝者になった。全米オープンでは、ラジー・ブラムと組んで混合ダブルス決勝に進出した。決勝では、ラウラ・シグムントマテ・パビッチ組に46、46で敗れこちらも準優勝者となった。 2017年全豪オープンでは4回戦で、第1シードのアンゲリック・ケルバー、準々決勝で第7シードのガルビネ・ムグルサを破り、ベスト4に進出した。準決勝では、第13シードのビーナス・ウィリアムズに6から7、2から6、3から6で破れた。全米オープンもベスト4に進出した。11月の WTA エリートトロフィーで、準優勝し、大会後のランキングで、 自己最高の10位となり、トップ10位を果たす。翌週のフェドカップ決勝ではベラルーシを相手に、シングルスで2勝、ダブルスで1勝を挙げる活躍で、アメリカを17年ぶりのフェドカップ優勝に導いた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、9、 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。